お待ちしておりました。お怪我をしておられますな。大したことはねえよ。あまり言いたくはないのですが、喧嘩は感心しませんね。一流を目指すのならばなおさら。うるせえよ。失礼しました。では本日のプログラムに入ります。もっと強くならなければとても父さんには追いつけない。はい、結構です。では呼吸を整えて次のメニューに移りましょう。もういい。あ、今なんと、てめえらのコーチはもう言ってんだよ。何をおっしゃるんです。我々の指示通りにすれば必ずや一流の格闘家に。うるさい。うわ、何が一流だ。マキ様、こんなこといくらやったって強くなんかなれるかよ。マキ様やめてください。危険です。こんなじゃダメだ。こんなものこんなものこんなものたった100人にも勝てない連中なんかいくらやったって意味ねえんだよ。今後てめえらの管理は一切受けねえ。俺は俺のやり方でやる。分かったな。はい、明澤でございます。あ、コーチ。え、バキ様が？一皮むけたわね、あの子も。お約束の100万です。お納めください。なあ、クリア川さんよ、こんな100万円ポッチじゃ割に合わねえんだよ。こっちとら危うくお釜になるとこだったんだぜ。北沢さん、私があなたに依頼したのはハンマバキを倒すこと。その報酬としてあなたに100万円を支払う。それをあなたは承諾しました。それがどうして。これによって被るあなたの肉体的ダメージは当方とは無関係だと思いますが。ああそう、あんたがダメならあんたの会社と掛け合おうか。クリア川さんから13歳の少年を暴行するように頼まれましたってよ。なんとか言ってみろ。お客様お静かに。よっしゃ、邪魔すんな。うわっ、やりやがったな、おっさん。うっ、刃物は良くないですよ。失礼、今来た。いいえ、誰にでも間違いはあります。強くなりて、もっともっと父さんのように最強のグラップラーになりて。それにはこのままじゃダメなんだ。このままじゃ。くそ、どうしたらいいんだ。俺頭悪い。喧嘩が一番強い極道って、あんた天下の明澤グループがそんなことを知ってどうするね。第一、全国に何万の極道がいるとお思いなさる。非常識は百も承知で聞いております。
もう退かれたとはいえ、日本にこの人ありと言われた先生にぜひお教えいただきたいと。そりゃあんた世間が変わったとはいえ、所詮極道は気負いの家業だ。喧嘩の弱えやつは舐められちまわな。何の世界でもこれぞ天才ってやつが一人や二人はいるもんだ。喧嘩にしたって例外じゃねえ。まあ、捨て頃だったら花山だな。花山？なんだ？ゴーゴーでいない。お前の膝を見せてやれ。大丈夫かディーノイ。見学会？君中学生。なんでムエタイとボクシングを？すごいだろ。彼はね、ユリー・チャコフスキー、世界ウェルター級のチャンピオンだ。ユリー・チャコフスキー？ユリーはウェルター級に身を置きながら同時6階級制覇を最終目標にしているすげえボクサーだ。まあそんじょそこらのやつじゃスパーリングの相手も務まらなくてさ。それでタイからわざわざ名隊のチャンプを呼んでスパーをしているんだ。よし捕まえた。絶対に離すな。花山工業の組長花山薫。こいつはまだ若輩も若輩だが、花山の先代が行っちまった時点で事実上の二代目だ。先代の玉取られたっちゅうて、花山組が神戸の富沢会に弔い合戦を仕掛けての、花山の子分50人からなる富沢会の武装集団に単身丸腰で暴れ込んだのよ。丸腰？30分だよ。15やそこらの小僧が一発の組一つ、ものの30分で潰しおった。15歳？うん、そいつは2年前花山が遊びに来た時いたずらしてったもんだ。花山薫、あいつは天才だよ。でも行け！すげえショートアッパーだ。身動き取れなかったのに。早い。決まったな。出ない。出ない。ご苦労、ユリ。じゃあ次のプログラムに移ろうか。お？なんだ、あの少年は。おお、うまいもんだ。なあ、ユリー・チャコフスキー。俺とスパーリングしようぜ。
しむ日々。